災害、その時あなたは。今回からは風水害を特集します。第1回目は大雨。日本では梅雨と台風の時期に多くの雨が降ることがあります。また近年、短時間に多くの雨量をもたらす局地的大雨が増えてきています。気象庁のホームページの中にアメダスのデータを使ってグラフがあるんですけども、これを見ていただくと、1時間降水量50ミリの場合、10年あたり 20.5 回の回数が増えているというふうになっております。局地的大雨は何が原因で起きるのですか？積乱雲というのが原因になります。積乱雲は他にも急な大雨以外にも雷と竜巻、急な突風などがありますから気をつけなければなりません。大雨の雨量によっては道路の冠水、浸水の被害が出ることがあります。そして河川にも危険を及ぼす可能性があります。いわゆるゲリラ豪雨と呼ばれている局地的な豪雨の場合には、相模川や酒川川のような大きな河川というよりはですね、市街地を流れている中小河川のですね、水位が短時間で急激に上昇する恐れがありますので、注意が必要となります。昨年8月の1日にですね、海老名市で1時間120ミリメートルの降雨を観測するという豪雨が発生しました。目くじり川の吉野橋という場所の水系では14時20分から20分間で 2.65 メーターの水位が上昇したことになります。大量の雨水がすぐに河川に流れ込んで河川の水位を急激に上昇させたということを示しております。幸い降雨の時間が短かったこともありまして、多数の家屋が氾濫により浸水するといった大きな被害は生じませんでした。しかし全国的には中小河川でも浸水被害が発生しておりますので、神奈川県でもいつ大水害が発生してもおかしくはありません。大雨の怖さが分かってきました。こうした大雨による河川の氾濫に対して普段から確認しておくことは何でしょうか？大雨が降ってきましたら、県はホームページで雨量や水位情報などを公開していますので、これにより近くの河川の状況を確認して、市町村などが発信するさまざまな情報と合わせて、いざという時に避難する際の参考にしていただければと思います。日本では季節の変わり目に前線が停滞してしばしば大雨を降らせます。それは時には大きな災害になることがありますので、備えをもう一度確認しておきましょう。